毎度こちらです。ライカ M3、M3 のオーバーホールが上がってきてます。これ、番号1個間違ってますね。105万台です。105万5160。一通り見てもらってあります。まあ、主にシャッターですね。あとはファインダーとかは、まあ、吹ける範囲とか調整になります。シャッターがやっぱり見てもらうと、まあ、大体オーバーホールになってしまいます。105万台、綺麗な M3、M3 です。後期型ですね。このように、パッと見てわかるような傷などはないと思います。ただ、まあ、トップはここですね。ここになんかシュッと光の加減でわかるでしょうか。ちょっと擦れてます。それ以外はメーター擦れもほとんどないですね。綺麗だと思います。ストラップ跡もほぼないですね。本当綺麗ですね、これね。悪くないと思います。そこはまあ多少擦れてますが、綺麗です。グッタペルカ、皮もオリジナルです。ちょっと欠けが、ここですね。これにちょっと直した跡はありますが、ここはね、仕方ないと思います。こう、蓋をね、出すときにどうしても当たります。あと、ここら辺もちょっと修理した跡はありますが、まあ、悪くないです。あと、ここに、擦れが少し、わかりますかね。ここら辺ですね。ほんのちょっとですけど、擦れた感じがあります。ただ、基本的には非常にいい、極上とは言いませんが、まあ、備品だと思います。いいですね。きちんと動くようになりました。本当に悪くない、まあ、備品ですね。いいと思います。巻き上げもスムーズ。いいですね。まあ、1回ですが、小刻みでも大丈夫です。このぐらいになるとちょっと分かりませんが、ですかね。カウンターの戻りも OK ですね。開いてますね。膜も綺麗です。ここをどうしてもこう引っ掛けるのでね、擦れてしまうでしょうね。蓋が開けるときちょっと、まあ、多少きつめ、まあ、取れないことはないですけどね、ちょっときつめかなって感じはしました。ファインダー M3 オリジナルのファインダーですね。切り替えも出てます。上下ノッチがついた、まあ、後期型はみんなこうですけども、ファインダー自体も、ちょっと見にくいですけど、綺麗ですね。この中にゴミとかプツプツとか、なんかひび割れとかあるのがありますが、これ、まずまず。パララックスも OK ですね。二重層も結構はっきり見えてました。まあ、後ろから見る限りどうってことはないんですが、前から見ると、ちょっと分かりにくいんですけどね、真ん中辺の、まあ、周辺がちょっとバル切れみたいな、汚れみたいなのがちょっと出てました。まあ、ほとんど実用には関係ないレベルだと思います。あ、これ見えますかね、下の方ですね。
気持ち色が変わってるのが分かると思います。この間の下の方がちょっと色が茶色っぽくなってますね。まあ言わなきゃ分かんないレベルなんですけどね。なかなか綺麗な105万台の M3 後期型になります。